じゃあ乾杯。これだけ。皆さんこんにちは、コウサクです。はい、今日は大学時代の友達と日本食レストランでディナーをする予定です。18時現地集合だったんですが、この渋滞で10分ほど遅れてしまいました。はい、fashionably late と言ってちょっと遅れるのがかっこいいみたいな風に思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、私はとにかくどんな状況でも遅れるのは嫌いです。私がかなりせっかちな性分か、この渋滞に耐えられなくて違うルートを通って高速に向かうことにしました。途中ちょっとスムーズだったんですが、信号で止まり、その後は、進んだと思いきや電車が通って踏切でストップしたり、はい、だったんですが、この後スムーズに進めたかなと思いきや、この前の車がブリンカーを出さずに右折するという、またこのイライラ感があったんですが、やっと高速に乗れました。はい、見てください、雲がめちゃくちゃ綺麗でした。はい、車屋に到着しました。すごい久しぶり。さあ、前回じゃあ乾杯。これだけ。はい、まずは海鮮海藻サラダ、ドレッシングがかなり美味しかったです。はい、牛タン塩焼きって居酒屋メニューですよね。はい、続きましてナスの一品、でも名前覚えてないんです。でもめちゃ美味しかった。はい、次はししゃもです。これ30年ぶりぐらいに食べました。はい、こちらは牛タン炒めで、牛タンの塩焼きとはちょっと違うんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。続きまして締めにウニを食べたかったんですが、ウニはないということだったので、イクラにしました。友達は甘エビを頼んでました。オーダーし忘れてたイカの姿焼き、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とライクボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。